れどこやろ。わあ素敵。これよくどこや。ひらがなや。ぴったりや。ぴったりだ。ここがぴったり。バラバラやないの。ちょっとそんなこと言ってる場合じゃない。あれは宝塚ですよ。今里でしょ。見たらわかるでしょ。宝塚。あのね、大谷さん、それも言うなら中国の犬。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。よっしゃおもろいこと言って。ちょっと台湾に行ってきたの。あんたや。ちゃうちゃう。ポンポン。なんやほんまだ。似たようなもんじゃないの。あら、まあ私のオスカル様。私はどうしてこんなに美しいのでしょう。愛、それは甘く。なんか悪いもん食べたんちゃう。何か悪いもん、しょうもない。芸させないでちょうだい。あなた失礼しました。今日のゲストじゃないの。あ、そう。私憧れたんだわ、あの街、あの歌、あの舞台。今里やろ。違うっつうのは何や。ちゃうちゃう。ちゃうちゃうです。ベルバラが今里ってわけないじゃんか。なるほどね。ほら。あでしたか。やっぱやっぱそうや。おはようございます。おはようございます。今日も元気に朝からエイゴー。まあ今日はこのクリスマスのイブイブということでね。イブイブですよね。本当に。街も華やかですけど、デートする相手おるのか。私はもう忙しいんですよね。あの人にあの人にあの人にね、もう困ってるんですけど。そう、みんな怒られた相手やね。違いますよ。僕はもう一足お先にデートしてきました。してきた。素敵な人ですよ。いや、お隣さんが言ってたね、その鶴橋今里あたりデートしてきたんです。なるほど。ちょっとデートの場所としてはちょっと庶民、渋すぎますがね。今日のゲストです。はい、おはようございます。ちょっとオスカルって先ほど宝塚出ましたけれど、私がしたのはね、15年前よ。エイゴー。緊張して上がってきて、中学1年生の時に初めて宝塚を見て、まあ宝塚に入ろうと思ったんですけども、それまでにも映画ばっかり見てましたね。あのうちが今里やったんですよ、あの近鉄線ね。昔はあの小さな映画館がもういっぱいありましたね。そうそうそう、あの近鉄線の今里 の、はい、あの新地ありますね。あの辺にね、3本立ての映画館またいっぱいあって、あの仮っ子だったもんですから一人で、あの頃ね、恥ずかしい、150円よ。そうそう、ね、今10倍ですよね。それでこの千日前のどこかも忘れたんやけど、まだ中学生になったかならない時なんですけど、ウエストサイド、ウエストサイド物語来ましたでしょ、はい、やっぱりミュージカルのね、大ヒットされた。あれって感激しまして、歌いながら踊るんですもんね。そうそうそう、タタタタタ、かっこよかったですね。かっこよかったですね。えらい違いますね。えらい違う。タタタタタ、ほっといてください。やっぱ決まるないや、ちょっとこれがこのスバルだなんですよ。こんなとこちょっと、嘘やん。これハリウッドと違うの。これいや違いますよ。日本にこんなとこあったんですか。あったんですよ。だってこれみんな英語、ね、昔は風情があったんですよね、浪速の街も。これがスバルだなんですよ、ね、で僕の調べでは当時ウエストサイドストーリーやったのはどうもこの この風貌のこのスバルだ、つまりここのはずなんですよ。場所もここですか。はい、どうですか。だいぶ変わりましたけど。変わりすぎやね。もう一回ちょっとこれやってみます。ここでやっとこ。ごめん、まあ、なんとなくやけど、やらせないで。買い物によく心斎橋歩いたんですよ、母親と。
で、あの今でもありますよ、あの北極のアイスクリームとか。ありますよ。うまいんだよね。あれところでウエストサイドストーリーってあの、はい、テーマソング、あの なんていうのでしたっけ。いっぱいあるんですよ。マリア、マリアって言ってるのか。窓辺でこう言ってた。窓辺で言う。Tonight, tonight. 全部歌わせんといてください。あれはいいのよ。いい曲がいっぱいありましたね。何マップなんですね。だから関西圏です ね、学校はどこだったんですか。乾杯ですって。小学校は東中川小学校。知ってます。知らんでしょ。私ももうどこにあるか分かんない。東中川やとは思うんだけど。それで大阪女学院って玉造り、ね、でも今日は久々なのかしら。すごくあったかいですね。アイスクリーム、アイスキャンディーが似合います、ね、食べれるんですもの、うん、私すごい寒がりなんです本当は。だからこの厚着今日の、まさかパッチ履いてないでしょうね。履いてません。一応靴下履いてますけど。見せなくていいですよね。珍しいです。そうで、ね、ショートしなきゃね。私も律儀なのよ。正直で嫌になっちゃうね。じゃあ一つ大阪女学院というところに飛んでいきましょう。せーの、いやいやいや、あれここはどこですか。私は誰。あのね、そこまでやるかっつって。誰。これはここは鶴橋駅じゃないですかね。あ、鶴橋。うん、なんかシーンとしてますね。なぜここにいるんでしょう。さて、その大阪女学院がずっともう一つ向こうの駅なのね。鶴橋の次。ここをよく歩いたんですか。あのね、よくほら、あの幼い時ってね、あの親孝行でとか貧しいからとかね、新聞配達とか牛乳配達とか、あったじゃないですか。その頃 ありましたありました。でも私女の人やし、まあ、女の子やったから、そんな早起きて新聞配達もね、牛乳のこともできないから、一つ親孝行してちょっとお金節約してと思ってね。あのね、ステーキだから電車賃を犯そうって。おかしいでしょ。一回あの吉本かなんかの舞台二人であの漫才で出ません。いいですよ。こんにちは、英語です、あなたの左は夏子です、あなたの右は夏子です。おもろいな。まあ冬でも夏子さんとか言いましてね。いやいや、もう私の左は英語です。いやいや、もうね、日本語しか喋られんでも英語とか言ってもあかんな。こなはっきり言ってね、知らないでもいいんですよ。全く知らなくて見に行ったら、そこにすごい自分が求めてた世界があったんです。誰と見に行ったんですか。お母さんです。母親。お母さんはそういうの好きだったんですか、もともと。母親の同級生がいたんですよ、劇団に。もう一気に憧れちゃった。ここだと思って。それで入団するまでにはどういう経緯があるんですか。学校通いながら、あの大阪で学校通いながら、あのベッカって宝塚の予備校があるんですよ、夜間の。同じ学校の夜の授業がまだ入らない人のために1年あるんですよ。そうですか。だからそれを1年通いながら学校通って、学校の授業では必ず1時間寝て、授業中上手に寝てたとかして、本を立てながら、どっちやろう、私どっち歩いてたんやろ、分からへんわ。私はどこ、聞こうかしら。私は誰なの。なんかこっちかな、あのな、このこういう感じのとこ、あの辺違うか、すかに見えてる。おほら、なんかぼんやり見えてるし、ね、うん、見えてる。どういくのかな、どういこう、本当にどこかも分からない。自分が歩いた学校も分からなくなっている。とりあえずこの辺りっていうのはぼんやり分かりますけど、危ないですよ。ほらほら、もう引かれながら行ってください。さよなら。手振っててどないすんのよ。カメラマン手振るなよ。あ、大阪で、あったやないの。なんかし、なんか、こんだけ悩んだのに、スカみたいに現れたね。いやー、なんで違うわ、学
こうやっぱり立て直しで違うね。あれでもあのマークがね、そうあれは一緒です。だから大阪学院の間に女って書いてあるから大阪女学院やね。でもなんとなく、あの女っていうのは真ん中にボーンとあると生々しいね。行きましょう。どっから入るんだろう。あれこれがそう、いや全然違うわ、どうしよう。門がいや違う、門が割り合い、あら裏門なんだねこれ、うん、さて改めて正門、やっぱりね懐かしいな、大阪城学院。そうここからの様子は全く変わってないですね。変わっていない、でもここ綺麗な学校ですね。素敵でしょ。なんかこれ植物園みたいです ね何が得意、英語が得意というか英語好きだったの、英語って良かったんですけど、いやいや何度も僕名前言われてちょっと照れますが、英語さん、いやいやつまんないこと言ってますね。英語得意でした。先生でしょ。でしょって僕に言われても。あら片山先生ですよね。うわーどうもすいません。はい、どうも。いや、懐かしいわ。こういうの弱いんですよ。泣き虫やからやめてください。いや、私でも二十何年ぶりですかね。そんなお借りになってないです。先生ですか？そう。容赦しないでください。あれよね、グラマーっていうか文法。はい、グラマー、はい、英語でもほら会話と文法の話、文法の方を教えて。260人のクラスだったんですが、5、6番より下がったことなかったですよ。あ、成績が、これ先生、そう昔です。かわいいでしょ。べっぴんやな、べっぴんやな、冗談ではタイプや俺。この時の2人同時におったらどっちに惚れたかわからんな。2人とも断るね。まだ教鞭取られてるんですか。はいはい、それはもうだって、いや噂では実は知ってました。校長先生なんですよ。え、今そう。いや私全然本当に、いえいえ、あのなってしまったので。校長先生すごいじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。こんな可愛らしい校長先生おったらいいね。え、この写真が、これがね音楽部です。これあたりちょっとあの美少女になってきてるからね。あのね、あのミュージカルをやったんですよね。ミュージカル、どういう題でした？影をなくした男、かっこいいでしょ。かっこいい。これ初めてね、男役、そのここ女学院ですから、やっぱりあのそういうのするのに男役必要なわけですよ。宝塚を見て、11年って中学3年で出ていに、そのミュージカルしたんですけれど、入りたかったし、宝塚を見て髪切ったんですよ。こんな長かったの、学校で一番長かった。それして、それ男役するために切ったわけ。そうそう、やったのが宝塚の人、ここだと思うとこにバシーね。えでもこれみんながさ、これカラーじゃないって。ちょっともう知り合いがいっぱい来てどうしたらいいんですよ。英子さんうろうろしちゃうわね。彼女の一言で本当は断念したの、一度諦めて辞める。お家がねあんまり裕福じゃなかったから、母母子家庭っていうか、あのねやっぱり大変なんやないかって、そのお金がかかると思って、経済的にね、だから辞めようと思ったんですけど、その願書だけは出してたから、もうすごく苦しい思いして、もうやめと決心してね、もうまあ学校に帰ってたんですよ。そしたらあの彼女とホームで会って、玉造りの駅で、駅のホームでね、駅で会って、どないしたの、ケロケロケロしてした人なんですけど、どないし、何してんの、あんた別家に来えへんの、下駄箱に名前が入ってるやないのって言うからさ、えっと思って、見知らぬ憧れのその音楽学校の下駄箱に、下駄箱には宮本とね、知らない私の名前がそこに入ってるっていうことでね、カーッと舞い上がっちゃって、もう帰り、もうそれしかないんですよ、お家帰って。と悩み悩んでね、母親働いててね、帰ってきたんです。お母さん、
行ってくるわお金そのまま飛び出しまして、うん、どこか儲かんないの学校が。そのまま飛び出した。そのままとにかく宝塚という駅へ着くんだ、うん、だからなんか握りしめてず、あと電車に乗ってこんななってたのに何も見えなくて、駅着いてどこか分からへんから、あの聞いてね、音楽学校っていうのはどこですか、音楽学校というのは。口なら裸電球の下を必死になって探して歩きました。それが27年前ですね。その彼女がね、そういう下駄箱に名前があるよって言わへんかったら、うん、私は入らない。その日からもうそこ、その日からもうそこの住人制服なんですよ、ね、宝塚、取られてるっていう意識がないから。そんなことなかったですよね。もう素直に戻っちゃってね、ありったけど潰れた顔やったね。それ置いとこ、置いとこか。でも似合ってましたでしょ、ゆかさん。いいカップルでしたね。ところで照れてどうすんの。宝塚辞めてどれぐらいなんですか。だから10年です、ね、10年ね。でも今日ね、この番組もいろんな方ゲストに来てますけども、はい、初めてですね。30人ほどの、はい、ファンの方 の方が、ね、乗れてるという。みんな乗ってるかい。イエーイ。手は出てないけど手を挙げてました。いやでもだからもうずっと10年代ずっとついてきてるんでしょ、あのファンの人たち。そうですね、私ね、今年で25周年なの、初舞台から。しかしあの人らはあの右側さんがこないおもろい人やって知っててファンなのかな知ってます。みんな、あ、そうですか。今日のこれ見て驚いてませんね。明日からあんな人のファンやめや言いませんね。かわいいね。僕は本当にもう素晴らしいわ。できることならね。あ、目が笑ってる。庶民的でこうお茶目で、お茶目で。ジュンもそうか。僕も好きですね。好きか。シーエム、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 シーエム。後半はね、あの岩里のモードが映りますんで。うわお。こういうの映らないんだ。おはようございます。いつからやってはるんですか。そうです、約12年前からですね。どうして始められたんですか。気持ちよく、あの平田さん綺麗から気持ちよくなって。病気は注射で治ります。ほら、注射違反は注射では治りません。VTR どうぞ。ここ今里の新地って出てますけど、はい、あの男の人が遊びに来るとこなんですか、まあ、ねえ。いや、大阪場所とかお相撲さんよううろうろしてますよ、この辺。英語さんは、いや僕はこの場合さんが嘘だよくしてるとこですか。いや、本当に昔よく来たとか。こんにちは、ここ何さんだっけ。三浦さんですよ。ここ三浦さん。そうよ。私来てたよく、ちっちゃい時。いや、来てたっていうよりも私の方が先輩やから。あ、先輩。先輩じゃ女学院も一緒やんか。ねえ、もう一人さ、近くに松本さんでいなかった、うん、いた。同じ美容院でしょ。そうそうそう。その 松本さんはどこ、町の方でしょ。新地の。もうね、引っ越しはったしね。引っ越しはった、うん、しはったけど、うん、聞いてるし、もう本当に、うん、だから私はね、久しぶりやね。小学校の時に、あの、もう友達で映画館があって、松本さんっていうところの松本さんのうちよく行ってたのよ、うん、そうよ、その映画館ね、うん、もうものすごい好きでね、チャンバラが。ほんで行ったんですよ。好きだった、ね、あのね、その風切り館に行けば必ずね、水曜日に着るのよ。水曜日には風切りが変わるんですよね、映画館で。一人で見てるのね、いつも。映画館、映画館ちょっと行きましょう。意外と案内しましょうか。わかります場所。あ、今もうないんですよ。ごめん。あの時はいや、突き当たりでなんか工事中っぽいね。いやいや、違いますよ。今工事してない。本当もうすぐ近くですね。え、
あ、だからやねん。学校の帰り。学校の帰り。見に行ってたんや。ちゃんと。でも本当に好きでね。よしとね。うわ。ミギアさん。はい。初恋って何年の時？中学校1年生。ああ、思い出した。男の子は覚えてるわ。だからあのね、あんたどんなせいかね、おじちゃんの時はすごくあのスラーとしたね、あの白い色白の子が好きだったの、ね、3年生ぐらいになったら言葉バラバラやない、黒い野生的な子が好きになって。それは何ていう名前ですか？それ浜名くんっていう。浜名、浜名、まさかどっかに。いやいや、ただ足もみたい、やだよ。私があの有名なやだ。まあ、あ、入りましょう。あ、入りましょう。まあまあまあ、当てがないだね。いやいやいや、松本さん。そうです。ねえ。そうそうそう。いや、僕今当てずっぽく言うから。今そうやねんけど。引っ越しあの引っ越しの松本さんですか。おしゃれだね。もうあの東大阪。あ、いや遠いのこっから。もう近い。東大阪行ったらもうすぐそこじゃん。今回はね、もうね、もうね、昔やから嫌よ。じゃあ俺が。取れない。でも全然あんな話 しなかったもんね。あんまり。あ、ちょっと待って、どちらも小学校3年の時の野生味のある方の初恋。初恋というか2回目の初恋やね。なんて懐かしいっていうか、もうなんか戸惑ってね。なんて言っても小学校っていうのはもう30年前やから。なんか男の人もいる。野生味のあるタイプやったりで。落ち着かれて変わりましたね。変わったね。そう。本当に今日は毎日楽しんでるやん。4コースやったね、そこの。下のアントリートね。あれね、ザラザラ過去は消せないものか。ほんまでした。なんか習い物でやってました。ピアノ習った。ピアノ習った。でお家にはピアノがなくて。昔はピアノある家なんて珍しかったですよ。ね、うん、だからあのちょっと教会にね、ピアノを借りに行って。うん、なんていう教師なんですか。教室、ピアノ教室の名前覚えてない。うちの近所やね。ちょっと待って、ここの方はちょっと急にご対面やないねんからお願いよ。え、どこに住んでらした？松田さんの隣の隣じゃない。松田さんって松田さんっていうのは誰？松田さんですか？今の人、あの人松田さん。三浦ですとか言ってなかった？先輩。三浦さん。それで隣の隣っていうことは、あなたが小学校の時いらしてたでしょ？薬局。そういうことで薬局って言わないでくれる？あったでしょ。そこへ私習いに行ってたの？小学校の時。ほらもう私。薬局習いたの？私のなんかさ、病気にさせるつもり。うん、でも自分が教えたね、生徒が分かって大スターになっていったらもう嬉しかったでしょ。嬉しいですね。嬉しいです。マッチクチ一番下ってでしょ。小学校3年間教えたでしょ。ね、でも習いに来た生徒さんにはね、あの子も高校な宝塚入る直前まで教えてたとか言って違うから。そういったことありますね。正直な人。それで生徒が増えるやん。行こう。疲れて。
眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。よかった。いや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 、最高。ありがとうございました。嬉しい。ちょっともう何をやってるんだろうな。ありがとうございました。ピアノをね弾いていただいて、エゴさんも今日は楽しそうでしたね。いつもと違うよ。絶対違う。これなんかしょうがないもの分かれてましたね。これね、だからほらこうやってこうね、まあ2人で歩いてても、あの女っぽく、女っぽいセリフをポッと言った後にね、うん、照れて茶化してますよね、自分で。いや、それ全然意識ない。そんな余裕ないでしょ、あの画面見たら。じゃあもう、めっから荒い表記な。いや、ほんね、そのままです。昔からそうですか。その小学生の頃から面白い子やっていうので言ってました。暗くて地味な子でした。そうやって。まあしかし、まあ女学院でもね、自分らでこう劇やって男役で、女の子のもう不安出ていっぱい妄想らしいんやから、まあ、この中でもうずっとなるべくしてなったみたいなね。そうそういう感じね。男なのね。何をちょっとゆり子さんお願い。こんなもんならしいのに何考えてんの。いやいや、ってんじゃないの。本当自分のです。ね、本当サバサバしてて、うん、女性が憧れますよね。そろそろね、時間がもっと喋りたいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週です。さよなら。君は風になれ、子供たちの風車をくるくる回す、優しい風になれ。